よろしくお願いします。ショーンです。前回の動画はフリースタイルのためのトレーニングを行っておりいきましたが、今回はゴールドラッシュのトサンドフェチの練習になりますね。先ほど約12分ほどですね、フリースタイルの練習した後の前回の動画のあと大体1分後ぐらいに始めたのがこのトスフェチの練習ですね。犬の息が上がってるの見えましたね。トスフェチの練習法っていっぱいあるんですけども、今回は犬の疲労もですね、踏まえてですね、何回も連続で投げるというものじゃなくて、一頭一頭しっかりキャッチさせるということを練習しました。で、見て分かる通り犬がですね、途中でディスクを離して帰ってきたという感じですね。で、これどういうことかというとですね、リトリーブを最初に教えたがる人が結構多いなっていうのが僕の感想でして、リトリーブは最初に教えてはいけないんですね。で、今はですね、犬がディスクを持ってきたというですね、自主性ですね。僕がディスクを持ってこいっていうのではなく、犬がディスクを持ってくるように仕向けるというですね、テクニックございますよ。テクニックじゃないですけどね、こんなのね。犬の呼び戻しですか、犬のリコールをしっかりトレーニングすれば、これが副産物じゃないですけども普通についてくることだと思いますけどね。分からなかったらですね、ぜひぜひうちに遊びに来てくださいよ。それでですね、それの結果ですね、犬はですね、疲れてるだけでもディスクはやりたいと。でもディスクを持って行ってしまったらまた僕が投げてしまうから、1回目は実はディスクを持って帰ってこれなかったわけですね。また投げたら僕は走って疲れちゃうな、投げられたら俺ディスク好きだから追いかけちゃうなっていう感じで行くのが嫌だったからすぐ離したわけですけども、僕がですね1投目終わった後にですね、続いてすぐに投げなかったっていう経験を踏まえてゴールダッシュ2回目、ディスクを持って帰ってきたということですね。で、僕は普通に犬を休ませましたよね。で、これで犬をまたさらに休ませてですね、2発目投げたわけですよ。で、1回目2回目って実はディスクがまっすぐ投げてしまってたので、撮影しながら投げるとどうしてもなんか感覚おかしくなりますよね。で、この3発目はしっかりカービングを投げました。で、しっかり取って持って帰ってきたと。で、この時点でも見てください。僕はディスクを触ることはほぼないです、最初の段階で。ゴールドラッシュをしっかりと触ってあげて、犬を褒めてあげて休ませてあげるという状態でですね、もうディスクは地面に置いてますね。で、ちなみにですね、ディスク加えたまま褒めるのはあんま良くないですよ。犬がですね、ディスク加えたままだとちゃんと呼吸ができないからですね。それで犬がですね、ディスクを離した状態でしっかりと休ませてあげるということが大切になってきます。で、今ですね、もう練習は終わったのでですね、サイドアームトレーニングに切り替えちゃいました。もうあれ以上トスフェチの練習をする必要はこの状態ではないという判断ですね。で、すぐにですね、トレーニングを切り替えて、トレーニングが単調にならないように理学しますね、僕は。で、今度は逆回転のもの覚えてますか？前回の動画で逆回転の、スピンに対して非常にキャッチ率が低かったゴールドラッシュなんですけども、合計1回で、中盤に1回で、このトスフェチで3回目やる中で、犬のですね、逆回転に対する、対応がですね、素晴らしいものになっています。こういうふうにですね、トレーニングの中で必ずキーポイントというのを見つけてやっていくといいと思いますよ。そして、今この状態大切なことですね、何をしているかというと、褒めております。いっぱい褒めておりますね、慣れております。何が大切かというと、犬が僕のそばで休んでいるということが大切ですね。よくありますよね、犬がキャッチした後にふわっと車の方行っちゃうとか、木陰っていうんですか、木陰に行ってしまうとかで、あるいは人のそばになかなか行かない、ディスクを持って帰ってくるんだけどもなかなか近くに帰ってくれないとかっていう状態はですね、あるわけです。人のそばに行ったら犬は休めないという過去の経験から多分基づいてるんでしょうけれども、犬の中で。で、そのが、それ人のそばで休むという判断を邪魔してしまっているということです。そういったものもしっかりとですね、トレーニングへ変えていけるようにしていきたいですよね。で、もう終わりのローラーやりました。もう終わりでラッシュって感じだったんですけども、あそこ失敗したわけですよ。ローラーも失敗したってことは僕の中でですね、残るわけですよね。なので、で、これですね、僕の中に残るだけならまあいいんですけども、見た感じですね、ゴールドラッシュがなんか悔しそうだったんでですね、もう一回やったらガッと
キャッチするんじゃないかと思ってやったら、ちょっと失敗しましたけどもキャッチしました。で3回目オラーって感じでやりましたね。これでゴールドラッシュの気持ち的にもですね、満足したんじゃないかと僕は思いました。ほら見てください、向こうでですねちょっと止まったじゃないですか。ああいったところもですね、実は喜びを表している場面でもあると思います。で今はですね、最初の1投目覚えてますか。普通はですね、こういったトレーニングって言ったら最後の日になったらディスクを持って帰ってこないっていうのがあるんですけども、今回ゴールドラッシュは1投目のみディスクを持って帰ってこないという状態になっておりますね。これとは非常に僕はいいトレーニングをしたなというふうに振り返って思います。でこの状態ですね、もう俺は終わりって実は何かも確か言ってるはずなんだよな。でもう俺は車の方に行くんだけども、ゴールドラッシュは戻りたがらないという状態です。逆ですね、普通は犬が戻りたがるわけですよね。休みたいって感じで、水どこだって感じで戻るんだけども、僕が戻りたがってもこの子はフィールドに残りたがっている状態は非常に大切なことだと思います。こんな感じですね、リスクを俺からもらってまたやりたいやって、でも俺は呼ぶわけですよね。で戻ってきて、あらいい子だねというところで、でゴールドラッシュどうしようかなっていうんです。でも呼ばれたから戻ってくるんだけども、でああ可愛いなっていう感じで、で犬がですねこういった感じで俺にまた投げてくれっていうから、もうですね、基本的にはもう何て言うのかな、褒めるタイミングやるタイミングなんですけども、可愛ければ褒めていいと思うんですよね。可愛いと思ったら褒める、可愛いと思ったらまた投げるみたいな感じでですね、これで犬はですね、わかりますか、やらされてるというですねものではない、やってやるぞという気持ちでディスクを向かって思いっきりキャッチしましたね、ジャンプキャッチしましたね。でもいいね、見てください、疲れてはいるんですよ、疲れてはいるんだけどもやるわけですね。でこれでもゴールドラッシュの中で満足したんじゃないかと、ほら口も大きく開けていい状態ですね。で僕のそばで休んでいる状態、僕の理想だと思いますね。こんな感じで今回のこのトスペチのトレーニング、だいたい6分ぐらいのトレーニングかな、終わりましたね。こんな感じで、やりました。こんな感じでですね、トレーニング、毎回まあ、いろいろ変わってくるんですけども、大体はこんな感じですよね。あとは、ゴールドラッシュの成長に合わせて、僕もトレーニングを変えながらやっていこうと思いますので、これからもですね、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。Hi, this is Sean, and this is Gold Rush. This video is after freestyle training, almost it was 16 minutes training, and then after 1 minute, I started to some fetch training, mean distance training. At first, I'm checking, I could see he's really tired, so I wanted to see how will be his reactions, and then he catch well, I love it, great. And then he's coming back, it's quick.And then I was calling him back, and then he releases, okay, like this, okay, I understand what is going on. So I just recall back. Normally, so many people are teaching retrieve first, but in Doctan Factory, we are not teaching retrieve so much. What we are teaching is just recall, just call back, and then dog is coming back.And then this retriever is not about pick up disc or get it, not like this. Just I'm calling Gold Rush. And finally, just from his decision that bring disc back, I didn't say anything to him. Like this, I'm teaching retriever. I'm not teaching retriever. I don't know how to explain. But it's fine. And then I throw again.And then I already understand he can catch it, but I'm checking how is his reaction after record it. See, and then he is coming back. Why he brought it? Because if he bring back this to me, normally human wants to throw one more time. It's hard for dog. So dog wanted to take rest, but he wants to play. It's really complicated feeling for dogs.So at first throw, he chose he wants to take rest a little bit before my throwing. So he released disc, but he understood I don't throw disc immediately. Therefore, second disc, he brought disc back to me. And then now he understood my thinking, so he wants to enjoy with me again. So he came coming back now.
He's trusting now me. That I don't slow soon. You know, if I slow one more time immediately, he will love it. He will chase. He will catch it. He will bring this back. Like this, he will do it. But this training is not now. I don't have to explain. Not in this situation. There's so many training way to do it. Recently, I'm, you know, somebody is coming to me, and then I'd like to show my Tosan Fetch, and I will asking to them, okay, about what of Tosan Fetch do you want to show at that time? And they cannot answer well because they are thinking Tosan Fetch is just Tosan Fetch. But if it's yes, as a sports rule, Tosan Fetch is something. Yeah, but for training, there's so many ways to train. So in this situation with Gold Rush, you know, I don't do like competition rule. I don't need slow immediately. Step by step, one by one, I'm communicating with him. And then what I want to do to Doc is maybe. What I want to do is just I want to praise Doc. I want to tell how much you are great for it. I'm doing this one now. So I keep padding. What is important is that Doc is taking rest nearby me. Maybe you could see so many dog after catching or before catching. Maybe normally after catching, dog go back to car or go to the shadow and dog doesn't release disc. Like this, they are trying to take rest. This is not good idea of a dog. They have to come back to me and then doesn't keep hold disc, because if dog is keep holding disc, dog cannot open mouth. It means dog cannot breathe well. So I want to make them rest. So release disc and then open mouth and breathe it. This is really important. Now I did Laura because it's almost done. And then first Laura, he felt, second throw he felt, and what I'm thinking is at the time, okay, now dog wants to catch it. I could see Gold Rush mind, he's trying to get it. So I did it 3 times in a row because I could see how he's split for catching this Laura. So I trust about it. And then he nailed it. So I'm praising again one more time. Yes, you did it. You as a man, like this. And then maybe this training is over. And yes, see, I'm finishing when dog wants to do more. Dog is tired, but still he wants to do it. And then I'm leaving from field, but dog is staying. At the field, dog, I'm calling him back, so dog, he will come back. But you know, after getting this from my hand, he will go back to the field. What he's saying is, come on, throw me one more time, play with me one more time, like this he's saying. But I'm calling him back. So when I call him, he come back. It's cute. But see, still his mind is, yes, if you call me, I will go back. But I wanna play more, like this he's showing. So, you know, I'm praising dog. I'm praying with dog. When I felt he's cute, he's pretty, he's cool. So you know that behavior for me was really cute and great. So I did one more throw. So dog loves it. And then he's, you know, with confidence he's coming back. He's tired, but still he's coming back. And then he came back. And then bring this back, but still I don't touch this at all. Just I wanna praise dog, and he's open mouth already. See, he can breathe well with open mouth. And then he wants to do one more time, but I'm done. You know, it's also no problem. You can throw one more time, or you didn't need throw last disc. Everything is possible. You know, there's no answer, but. Every time we need the sense to finish the timing. So thank you so much for watching our video. Please subscribe our channel also. And if you have some question, please comment on it. And if it's possible, share our videos and tell to people
It's a bit